皆さんこんにちは。突っ張りキャラで一世を風靡した島大輔さんは40年以上長期にわたり芸能活動を行い第一線で活躍しています。今回は島大輔さんの政界進出について、家族についてや薬丸さんとの不仲説についても紹介していきたいと思います。1964年5月22日に兵庫県西宮市に生まれた島大輔さんは高校中退後、1980年10月横浜銀蠅のライブを見に来ており、トイレでタバコを吸っていたところを横浜銀蠅のプロダクションの社長からスカウトを受けてデビューしました。1981年横浜銀蠅の突っ張りハイスクールロックンロールで銀蠅の弟分としてデビューし、同年テレビドラマ茜さんのお弁当に出演し俳優デビューを果たします。島大輔さんも出演した石立哲夫さん主演のドラマ天まで上がれの主題歌となったシングル男の勲章が約98万枚の大ヒットとなり、一躍地の人になります。俳優としてはテレビドラマ映画などに出演しながら、タレントとしてバラエティ番組でも活躍し、特に近年ではドラマ木更津キャッツアイやめちゃめちゃイケてるのコーナー数取り団で男の勲章が頻繁に使用されたことから島大輔さんの再評価につながり、2003年に男の勲章をセルフカバーしリリースしました。島大輔さんは2011年に起こった東日本大震災で避難生活を余儀なくされた子供たちを見て、自身の子供と重ね合わせ行動せずにはいられなくなったそうです。そんな折に政治家の秘書を務めている知人から一緒にやってみないかと誘われたことが引き金となり、政治家を目指し始めました。自民党の大物議員からも出馬するなら公認するという話もあったことから、2013年4月に記者会見で政界に進出するために芸能界を引退を表明し、夏の参院選に出馬の意向を示しました。その後は選挙活動のため3000万円をかき集め、残り2000万円が不足していたため島大輔さんは2000万円もの借金を背負うこととなってしまいました。こうして始めた選挙活動ですが、選挙活動中に自民党の議員会館へ向かうと、今回は縁がなかったなど公認しないと言い渡されてしまったそうで、島大輔さんは出馬を断念しています。その上訴訟まで起こされた島大輔さんは、選挙活動費の借金2000万円を返済するため自宅や高級時計などを売却、住宅も 2DK の賃貸マンションへと引っ越し、妻子を養うためソーラーパネルの営業として働き始めました。しかし親友であり俳優の中野英雄さんがゲームソフトに出演している姿を見た島大輔さんは、ものすごいジェラシーと羨ましいという気持ちが交錯したと芸能界復帰への思いが高まったそうで、中野さんに電話して頭を下げ復帰を後押ししてもらったそうです。そして2015年8月に芸能界復帰を叶えました。その後島大輔さんの代表曲男の勲章が2018年のドラマ今日から俺はの主題歌になり、出演者である賀来賢人さん、伊藤健太郎さん、中野太賀さん、矢本悠馬さん、橋本環奈さん、清野菜名さんらがバンドを結成し、ドラマ内で歌うと本家の島大輔さんにも歌番組などへの出演依頼が殺到するようになりました。ところがバラエティ番組にも出演するようになったことで、番組で医師から糖尿病であることを告げられてしまいます。このまま不摂生を続けると余命4年を宣告されたこともあり、2020年、島さんが男の勲章をかけながらライザップの CM へ出演します。そしてライザップにて 16kg の減量に成功しました。その後2020年12月28日をもって事務所を退所、2021年からは株式会社 YMN へと移籍しました。皆さんは島大輔さんと薬丸裕英さんが不仲なのではという話を聞いたことがあるでしょうか。薬丸さんが音楽番組に出演する際、廊下で島大輔さんと杉本哲太さんが話をしているところに薬丸さんが通りかかったところ、なんとその後島大輔さんが楽屋へ殴り込んできたとのことから共演 NG になったとのことです。若手イケメン俳優の登竜門である戦隊もののドラマですが、かつて島大輔さんも超獣戦隊ライブマンのレッドファルコンこと雨宮祐介を演じていました。一度戦隊ものに出演すると何年経っても戦隊もの仕事があります。その代表的なイベントの一つが赤祭という歴代のレッドによるトークイベントがあります。2018年の赤祭16イベントでは、なんと芸能界を引退していたライブマンのドルフィンブルー三崎恵役を演じた森恵さんも参加し、島大輔さんは事前に知らされておらず、約30年の時を経て再会を果たしたレッドとブルーはつい抱擁を交わしました。次は家族について見ていきましょう。島大輔さんは
1994年にタレントとして活動していた浅井優さんと結婚して2人の娘を授かっています。夫婦の馴れ初めは明かされていませんが、結婚から18年一度も離婚の噂を聞かないので夫婦円満であることは間違いないようです。志麻大輔さんの奥様は2000年に長女恵佳さんを妊娠しており、妊娠中に子宮頸がんが発覚したそうです。その後無事に恵佳のおさんを出産し、子宮の部分摘出しています。その後一度流産を経験し、それから7年後2007年には次女の彩香さんが誕生しています。2013年、志麻大輔さんが議員になると言って芸能界引退することに関して奥様は当初大反対だったそうですが、自民党の公認を得ることができず出馬すらすることができない残念な結果になってしまった際にも不満を言わずについてきてくれたそうです。長女の恵佳さんも中3の思春期中にもかかわらず、パパ頑張ってと志麻大輔さんを励ましていました。今まで住んでいた自宅を引っ越しする等の生活レベルが落ちてしまっている状態になっても文句も言わない奥様と励ましてくれる娘さんとの家庭は素晴らしいです。長女の恵佳さんはミュージカル女優志望であり、2019年の人生が変わる1分間の深い話でミュージカル女優を目指している姿が密着取材されています。2009年にニューヨークアリスで主演を務め、さらに2014年3月15日から2014年3月16日に四谷区民ホールで行われたイベントブロードウェイミュージカルシンデレラにて恵佳さんは主役を務めました。幼少期からミュージカル女優を夢見ており、高校卒業後は少しでも長い時間ミュージカルに携わっていたいという思いから大学に進学しませんでした。2022年の情報から恵佳さんは SNS 所属事務所はないようで、親の七光を使わずに活動しています。妹である彩香さんは未だ中学生ということから情報は出てきません。また志麻大輔さん自身にはお兄さんが一人います。志麻大輔さんは男の勲章というような豪快な生き方をしています。政界進出のため芸能界を引退し、出馬できずに芸能界に復帰したことも多くの人から批判されましたが、現在も芸能活動を続けてデビュー40年で何度もブレイクするのはすごいと思います。今年7月に横浜銀蝿のリーダーランさんが67歳で亡くなった際、志麻大輔さんは役者に専念するため銀蝿一家を抜けて他の事務所に行く時もお前のやりたいことがあるのだろうと円満退社にしてくれたとランさんに対する恩がありました。さらに志麻大輔さんはランさんからやる前から諦めるなと教わり、志麻大輔さんのソロコンサートでも歌詞を間違えると、お前今日何曲間違えたんだこの野郎と電話がかかってきて、何もかもやる前から諦めたりとか、やるならちゃんと最後まで責任を持てと横浜銀蝿を抜けた後でもランさんは志麻大輔さんのことを気にかけてアドバイスを送っていました。志麻大輔さんの恩人を大切にできる心や男の豪快さ、また復帰する際に素直になり戻りたいと公言できる強さを含めて、志麻さんがいろんな人から愛される支えてもらうことができるゆえんだと思います。志麻さんのこれからの活躍を楽しみにしています。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価をお願いします。